やってきました。翌日が岡駅ってことでね、その先は金色になってるのかな。ここは先はその先が NG かな。なんだろう、こんな係員用みたいなのがあって、でその先がこんな感じで行き止まりになっとると。ちなみに藤ヶ丘駅は地下鉄なんですけど、大岡駅ですからね、ガードレールなんで、そうそう、であっちの奥に入って、まあ、一応奥に車止めあるのかな、あるかな、あったターミナル。いやー初めてじゃない、地下鉄の駅でこうやってちゃんとターミナルできるの。地上駅になってるのはどこがあったっけ、神尾台とかもあるけど、あ、まあ、一応あるか、神尾台も車止め奥にあるけど、藤ヶ丘って初めて来るのか、そういや、プライベートでも来たことねえな。あの奥スーッと入ってくる、 あっちに多分車庫かなんかあるんでしょうね、車両基地か。あ、そう、神尾台のところはね、あの普通に上に螺旋が張ってあるってね、そパンタグラフ方式って言うんでしたっけ、ですからね。あ、これ下りなんだ、これで降車専用になっとって、こっちのホームがで、向こうのホームが乗車専用になってる感じですかね。なるほどな。一般的だとね、ここからリニムに乗ってくとかっていうパターンが多いのかなと思いますけど、今回はね、ちょっとリムの方に乗って、完全にこれだと午後フリーだったら行っちゃうところですけど、まだこの後大須の方に戻らないといけませんからね。さあ、どっちから行きたいかな、芝生ターミナルはこっちから行ってみるか。下るとして、徳重は行っとかんとまずいと。でこっちから市バスで四軒家や三軒家に行けるんですね。へえ。あ、四軒家って思うよこれ、知らんかった。へえ。名鉄インバ、結構この先からいろいろと出てくるんですね。大森車庫とかね、あっちの方、境、あ、深夜バスか。名鉄インバ行くやつは市バスなんだ。名鉄バスは別であるんだもんな。まあ、こんな感じで、その先の方に行くやつなんで、実は電車でね、あのバスでね、ショートカットとかっていうのは、できないですよね。あ、そうですね、藤ヶ丘工場からね、アルカニアで、あの先のぐるっと曲がってたところが入ってくるんですね。なるほどな、はいはい。まあ、端っこの駅ですけど、でいろいろとありますよね。サーティワンとかあるな。で、リーモに乗ろうとすると、どっちだったっけ、反対側か、あ、松山だ。マックスバリューもあるし、結構おしゃれな感じの作りになって、あ、そうだ、デニムはこっちだ。こっちから乗ってくと、まあだからジブリパークとか行くんだったらこっちの方ってわけですね。
よいしょ。まあまあいろいろと商業施設もありますし、マックもあるし、一通りいろいろとある感じですね。うん。あ、町屋あったんだ。ぐるっと一周だけして、東山線はどこが行くかな、まあ、あそこ栄伏見がやっぱりそりゃダントツで使うこと多いけど、大学がこっちの方だとね、使うって人も多いし、だから学生さんもね結構多い地域にはなってるんですよね。分かりますよね、あの東山線の筋のところに通う人と、うちなんかはねあっちの矢事なんで鶴舞線沿いも多いんですよね。名城南山住居があっちですし、東山線沿いっていうとなんだ、学芸大と、あ、大阪王将あるんだこのところ。へえ。あとは何だったっけ、名古屋大学とか、うん、あの辺りとか。まあでも名古屋大学は最寄りは今はあっちか、名城線になってるのか、環状線のところか。あ、でもまあ元山から行くと思うのかな。うん、うちが大学生の時はまだあのちょうど大学4年か3年の時に環状線ができたんですもんね。うん、もう昔の話ですよね。あ、そうです。愛学とかがね、まあこっちから行く人が多いか。名勝台はどうだ？名勝台だと米の木からか。ですから、まあ鶴舞線路地ですよね。正確に言うと名鉄ですけど、あそこは。こちら乃木坂もあるし。いろいろとありますね。せっかくだからちょっと一駅駅前散歩でもすっか。ここ高架なんでね、分かりやすいですからね。そっちの数字をずっと行ったら